両面印刷でグラデーションのきれいな立体の菊を作ってみましょう。グラデーション色紙は左右で色が違うものと真ん中が濃くなっているものの2種類を使ってみます。ダウンロードした色紙を長い辺で裏表印刷してください。それを2枚重ねて半分に折ります。重ねて切るための筋の入った型紙をダウンロードしたら真ん中で半分に切ります。この型紙と先ほどの色紙を重ねます。輪になっている方を上にして重ねたら太い線より下をホッチキスで留めてください。上下を反対にして一番端の黒い線のところで切り落とします。この時少しでも切れ味が悪ければカッターの刃を折って切れやすくしておきましょう。物差しを当てて細い線のところを切っていきます。型紙も入れると5枚重ねになっていますので裏まで切れていることを確かめてください。きれいに切れていたらその調子で切っていきます。太い線まで来たら切り離します。こんな風にきれいに切れています。ここで一度カッターの刃を折って切れやすくしておきましょう。そしてまた同じように切っていきます。紙がずれやすい時には物差しを親指と人差し指と中指で、紙を薬指と小指で意識してしっかりと押さえてみましょう。太い線まで来たらまた切り落とし、しっかり切れているかどうか確かめ、カッターの刃をもう一度折っておきます。3つ目のパーツも同じように切っていきます。これも最後の太い線で切り落とします。最後の太い線は上下逆さまにした方が切り落としやすいです。縦の線を切り終わったら横の線を切ります。この部分を開いてみて同じ色のところが出てきたら、太い線と細い線の間をホッチキスで留めます。そして、まず太い線のところを切り落とします。次にこれを開いて、細い線のところで切り落とします。型紙をのけると、2色の色紙がバラバラになります。この部分を開いてホッチキスで留めると、物差しがホッチキスに当たってカッターで切りにくい場合があります。その時は太い線はハサミで切ってください。細い線を切る時には必ず開いてから切ってください。重ねたまま切ってしまうと花の形になりませんので、気をつけましょう。今度はボンドで花びらを貼っていきます。ボンドは薄くつけた方がいいので、別の紙に取り、綿棒につけて塗っていきます。盛り上がりがないようにきれいに伸ばしましょう。貼るときには紙の端と端を合わせます。花びらの折り目で折るのではないので気をつけてください。これで小さい花びらができました。中くらいの花びら、大きい花びらも同じように作っていきます。ボンドは切り目のあたりまでつけてください。下の線が合うように貼ったら、このあたりまでしっかりと貼り合わせておきます。ずらして貼っているので、花びらに丸みがつきます。3枚目も同じようにして貼ります。
茎になる紙の棒を用意します。端の部分が薄くなっていますので、ここにボンドをつけ、折り曲げたらセロテープで軽く留めておきます。長すぎる場合はよく切れるハサミで切っておきましょう。ここでは25センチほどに切っています。花びらは一番小さいものから貼っていきます。外側が膨らむように短く切った方にボンドをつけます。これを紙の棒にくるくると巻きつけていきます。花びらがよじれないように気をつけながら巻いてください。次は真ん中の花びらです。ボンドをつける間、花の形が崩れてはいけないので何かに立てておきましょう。ボンドを薄くつけたら、下の線が揃うように当ててくるくると巻いていきます。花びらが大きくなるほどよじれやすくなるので、きれいに直しながら巻いてください。中くらいの花びらのところまで出来上がりました。これもちょっと置いておき、同じように薄くボンドをつけて巻いていきます。花ができたら萼と葉をつけます。萼と葉のつけ方は他の立体菊と同じ作り方ですので、そちらをご覧ください。最後に葉っぱを丸く形よく折り曲げ、出来上がりです。横から見ると根元にかけて白くグラデーションがついています。上から見ると黄色い菊は真ん中が緑っぽく、外へ行くほど黄色くグラデーションがついています。ピンクの菊は真ん中が濃く、外側の花びらは真ん中に行くほど白っぽくなっています。色紙は4種類用意していますので、お好きな色でたくさん作って飾ってみてください。フラワーベースに使っているいぐさは、畳の切り落としを畳屋さんから分けていただいて作りました。こちらの動画もありますので、どうぞご覧ください。11月の重陽の節句の飾りとしてもいいですし、水引きと組み合わせるとお正月飾りにもぴったりだと思います。